レッスン3のゲームです。よろしくお願いします。 OK、 子供たちみんな何時よ、病気の時やりますか？手挙げて。はい。 OK、 悲しいの時ある？ OK、 あの一人ぼっちのちょっと寂しいの時、わ、全部？ OK、 怖がってる時ありますか？わー、オッケー、ちょっとゲームしますね。はい、じゃあ悲しい、悲しいの時どうする？カメラ、カメラ見て。オッケー、じゃあみんなこれ覚えておいて。じゃあ、みおちゃん、みおちゃんいないけど、はい、みおちゃん、怖がるのアクションどうする？ここにする。オッケー、はい、みんな覚えておいて。オッケー、一人ぼっちのアクション何かな、見えないな。こんにちは、こんにちは。 OK、 はい、それ覚えてて。あと病気の時、病気の時どうする？ OK、 はい、全部覚えてる？ Yes。 OK、 悲しい。 OK、 病気、一人ぼっち、なんかこれ怖がってるな。はい、怖がってるね。 OK、 はい、じゃあ先生ね、目をつぶって、みんなそのアクションの4つのアクションの中に1つ選んでやって。 OK、 wait、 まあ、準備できた？待ってください。 OK、 OK、 ビデオの中に OK。 はい、そう、先生は一つの言葉選んで、もしマッチしたら、同じだったら勝ち。OK？ はい、OK。今、怖がる。あー、惜しい。OK、はい、もう一回する。OK、ソフィア。So I want to make a short video. OK、OK、はい、もう一回。OK。You get me?オッケー、ひとりぼっち、イエーイ、勝ち。はい、そう、神様ね、創世記の中に創造ね、全世界の創造作れたの時は、もう悲しいのものとか怖がるのこととか病気のこととか全部何もなかった、もうパーフェクトの世界。でも罪が入って、ちょっとそのことも入っちゃったね。今ストーリーやります。